すべてはお客様のうまいのために、アサヒビールとマツダの提供でお送りします。あ、ゆうさん、おはようございます。あ、おはようございます。今日は一日密着取材よろしくお願いします。あ、はい、お願いします。今からどこ行くんですか。まあ、とりあえず家でちょっと家に行こうかなと。あ、わかりました。はい、じゃあ家じゃまずちょっと案内するって感じですか。はい、はい、じゃあ行きましょう。はい、さっきはね、ビーフの、いつも寝てたり、まあ、普通にくつろいでる部屋なんですけど、ここはリビングですね。ここで、ご飯作ったり、テレビを見たり、ここでいつもビーフは食事をしてます。で、はい、ここを開けるとなんですけど、ほいっと見てください。ちょっと乾燥、あれなんですけど、こう屋上もあってね、こう屋上からこう建物を見れるという、建物と見やす、見にくいかな、星を眺めたりしてね、ビーフは暮らしています。はい、まあね、今、まあ、ああいう感じで家紹介して、はい、まあ、今こう秋葉原に戻ってきたわけだ。家すごかったですよ。あ、本当ですか、はい、嬉しい皆さんにね、僕の家を紹介してね、僕はすごく嬉しいですよ。本当すごかったです。ありがとうございます。皆さん、なんかいつもポケットの中に何入ってるんですか。あ、ポケットの中、はい、あ、ポケットの中、はい、実はね、ラムネ入ってる。わー、ラムネ好きなんですか、はい、ちっちゃい時からラムネがすごい大好きで。あれ、ちょっとすいません、なんか急になんですけど、歌いたくなっちゃったんで、なんかこのラムネがマイクに見えちゃって、だからちょっとこのね、秋葉原でちょっと急遽ワンコーラスなんですけど、ちょっとライブしたいなと思うので。お、はい、いいですか。路上ライブですか。路上ライブ、はい、急遽ですよ。はい、そんなすぐ決まるもんなんですね。あ、まあまあ、僕のこんな感じですから。はい、すごい、フットワーク軽いですね。はい、マイクもあるんで、もうすぐ行きます。あ、そうだね、早速行こうか。行きましょう、うん、ちょっとライブするとこは歩くけど、うん、ちょっと歩くけど行こうか。あ、ビューさん、ここで歌うんですか。はい、ここで歌うんですか。あ、ここで、はい、ちょっと、まあ、ワンコーラスなんですけど。え、ちなみに、はい、何を歌われるの。まあ、ここね、秋葉原じゃないですか。そうですね、はい、見てください、あれ、あ、 AKB の AKB ショップ、はい、目の前にあるます。だから、AKB の代表曲、あの、ヘビーローテーションってあるじゃないですか。うわ、聞きたい、それは。あれを、いや、ただ歌うだけじゃないです。ワンフレーズ 歌うんですけど、はい、あの、オペラバージョンで。おお、はい、僕のオリジナリティをちょっと加えて。いいんですか、オペラバージョンいただいちゃって。いいですよ。うわ、はい、まあね、こうギャラリーの方もたくさんいますから、はい、僕ので、今日衣装もあって、着て、着てか、ゴースーツ。おー、普段から着られる感じですか。まあ、ライブの時は。あ、ちょっと今寒かったんですけど、ちょっとマネージャーに持った方が。あ、歌うんですけど、まあ、ちょっと発声練習、やっぱ音楽大事なんで。あー、もうやっぱ違いますね、やっぱり。はい、はっはっはー、どうですか。そういうことを考える、はい、今のこのオペラの声で、この聖地秋葉原でヘビーローテーションを歌うこの俺を、まあ、ワンフレーズだけですけど見ていただきたいです。わ、じゃあお願いします。いきますよ。ワン、ツー、スリー、フォー。テテ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  I want you, I need you, I love you。
ポップコーンが弾けるように好きという文字が踊る顔や声を思うだけでいても立ってもいいんだ疲れ様です。ああ、いやでもやっぱ音楽やってる人間としてライブっても一番最高だと思います。こんな感じでなんかやったりする？まあそうですね、いつも秋葉原だけじゃないんですけど、まあ、今回たまたま秋葉原っていうことなんですけど、まあいろいろやってますよ、こんな感じで。はい、一人でなんか回ってないとこもやってる。まあそういうことになりますかね。はい、曲はまあいろいろカバーして、今回は秋葉原の AKB さんで出していただきました。ビーフさんにとって路上ライブって何ですか？僕、ビーフとファンとの交流の場かなと思います。